気になるかわいいを徹底解説いいと今回でラストになります、はい、この方川口春奈さんですね、はい、最終回今回はこのパッツン前髪のちょっと縦感のあるシースルーバングで、うん、今回はメイクも春メイク春メイク、うんうんうん、春スタイルな女子を増やしていこうかと思っております、うん、こういう前髪の方には可愛い要素が強めに出やすいっていうのもあるのでちょっと大人感を足していきたいなと思うのでズバリチークレスメイクです。ナチュラルなツヤ肌を作った上でのチークレスメイクポイントですね。プラス、うん、リップの色だけをちょっと変えたりとか、うん、今年はオレンジ、パープル、トレンドカラーに入ってきてます。ただポップなカラーのオレンジ、しかもちょっとぼかすような感じでより自然です。前回みえさんのファッションの方でパープル言ってもらった、うんうん、確かに、うん、リップも結構パープル系がこちらもポップなパープルなんでちょっと服装とマッチしやすいかなっていう、うんうん、結構今あのウェットな仕上がりで前髪も作ることが多いんですけど、うんうん、そういう時だったら特にちょっと濃いめのリップとかでしてもらう方が大人要素も取り入れられるかなって、うんうん、カラーも別にこういう色の方がいいとかいうのもなポップなリップをした時にブリッジしていってしまうと可愛らしい感じっていうのがグッと出るんで、うん、大人感残したいなっていう人はしっかりくすませてちょっと落ち着いて見えるだったりとか深みがある色、うんうんうん、でも重く見えないような色かあえての真っ黒でいくと大人な感じは残したままで可愛さ華やかさっていうのは残して、うん、じゃあ逆にどういう春服で持ってったらいいですか？そうですね、この春ブラウンもいいなと思ってて、黒髪で赤リップとか塗っててみたいな、うんうん、ちょっとクールっぽい感じでいきたい人はブラウンに春っぽい色足すみたいなのが可愛いんじゃないかなと。トータルコーディネート完成しました。完成したね。では川口春奈さんの4パターンの前髪をこれまで紹介してきたんですけど、うん、まだ見てない方は今までの見てもらってスタイリングしていただいて可愛い前髪女子になってください。はい、お願いします。 eTalks では皆様のお悩みやトークテーマを大募集しています。はい、インスタもチェックしてください。はい、みえさんファッションのインスタいっぱい上げてますんで次回もお楽しみに。イエーイ、またね、バイバーイ。可愛い前髪女子でしたっけ